10年ですか。だいぶ変わりましたね。高校生がまず俺だけでしたからね。その時からアンチばっかでめちゃくちゃ叩かれてましたから。でもそれを乗り越えてここまで来てますから。なんかこれを取って満足するかって言われたら満足はできないと思うんですよし、満足してたらダメだと思うし、やっぱだからそういう星の元なんじゃないですか。カズシマリク VS アベマ&ライズ&ナスカーだと思ってるんで、お前ら全員かかってこいって格闘技一本で命かけてるやつの執念を見せる。こんだけ言って鬼塩試合やったら僕も返上しますわ。じゃあ始めようか。アジアチャンピオンおめでとうございます。塚本戦終わって以来で、今日は本当に久しぶりです。試合ないときは俺が定拳行ったりとかして一緒にやってました。なんかスタイルだったらもうふざけ的だった勇士の初対面やる。うん、俺まだ休みか。いい兄貴ですね。父さんのためですか。はい、ええ、直ってないです。まあまあ、たまには違う動きもしてるじゃないですか。まだだって休み期間だし。おいやめてやるぐらいの感じでしたよ。こんなきついこと楽しくないしみたいな、勝てないしみたいな、やりたくなかったっすもん本当に。はい、ボートはダメっすよ。練習が嫌いで。でも僕のちっちゃい頃より強いです。まあ空手なんですけど、そのスパーリングとか見てて、キックの動きしてる。練習が本当に嫌いだったんですよ。けど天心がやっぱ試合出てたりとか、そういう大きい舞台でやってるのは、うわすげえみたいな思ってたんですよ。多分そこの絵の憧れはあったんで、だからプロになった時とかも全く緊張しなかったし、今はだからその今まで見てきたものをやってるって感じですよ僕は。まあそこで僕はまあ負けちゃったりとかしたんですけど。ああもう笠井さんとヘッドバット練習したしてないしてないし、俺ヘッドバット練習したから大丈夫。倒しに行くってことはしっかり考えろ。もっとどんだけ倒しに行くことが難しいか、そのためにどんだけ練習しなくちゃいけないか、うん、1言えば100分かるみたいな。理解度が高いですね。それをだから頭の中で自分でどうやってやるか。一番今楽しいんじゃないですか、本人に言ってる。
やったな。マジでよかった、本当に神が味方した。今日神社行ってよかった。今思えばやっててよかったですね。すごい楽しいんで今毎日が。いや、めちゃめちゃ優しい。いや、面白いっすね、リュウジの声も。優しいし。でも普段こんな面白くて強いからね。そう、できなしっす。ギャップっていうか、結構あるよね、ギャップね。身長さえあればな。おい、おい、おい、身長さえ、おい。死ぬ角がだいぶ爪痕残したんで。いや、足足みたいないっす。結果的には負けたんで。でもそこは、なんすかね、母親の性格に助かったのかなって思いますよ。そんな深く考え込まずにやってこれたんで。夢与えてもらってますね。格闘家としてね。彼なんかはずっと僕のこと見てたんで、こんなものだけで調子乗れないよねっていうのがあるから。いやーさすがっすね、かっこいいっすわ、マジで本当にかっこいいっすわ。いや、寂しいっていうのはないっす。次盛り上げるのは僕なんで、はい。これを取って満足はできないんで、けどなんか一つ見られ方が変わるのかなと思います。このベルトを取ることによって、うん、しっかり格闘家として見られるんじゃないかなっていう。じゃあこれで終わります。ありがとうございました。ちょうど天心がベルト取って、今回俺がベルト取ったら10年ぶりらしいです。いいっすね、なんか流れ来てますよ。ケンレーシングっていうお父さんの昔のチームでみんな応援してくれてます。お前ら全員かかってこいって。一島陸 VS アベマ&ライズ&ナスカーだと思ってるんで、そこを全部食ったろうかなと思って。僕が新たなチャンプロード作っていきますよ。もう扱い雑っすよ、もうライズ。ナスカ龍神がもうこう優遇されてるのはみんな分かってると思うけど、そこまで格差あるみたいな。一応俺チャンピオンやねんけどな、思うんですけど。逆に言うと、こっちにもちょっと融通、もうちょい聞かせろよ、もうすぐ。アベマにも見せてあります。なら、もっと発言して、ブワーって発言してって、やっていけばいいのに、文句しか言ってないじゃないですか。そんなやつに誰がついてくるのって話ですよ。やっぱ自分の考えとか、プラスなことを発言していかないと。ダメですよ。分かってないですよね、物事を。大人なのに。そんな18歳の子供に言われて、出せな。
ヤハー京介見てますよ、私。私はどっちかというと龍神君推しなんですけど。見てました。どうですか龍神？強いと思いますね。好きですか？はい、はい。キックボクサーは流れで、ありがとうございました。ちょっと特殊なタイミングで入ってくる、それはまあうちは分かる。相手が今までその対峙した中では一番厄介になると思います。兄が世界一のサウスポーなので、そこに対して怖いものないですけど、やる相手は一島選手なんで、僕がなんかあれですよね、コントロールしていく試合ができれば圧勝できるのかなっていう。向こうがなんか考えてる思うツボ作戦にはハマらんし、はめれるもんなはめてみろって思う。那須川天心に俺の神の左を見せます。おーおーガードの上に来た、はい、あと5メートル行かないっていうことで、試合ですね。やっぱ男らしさちゃいます。ぶっ飛ばして振り切れるところやと思うんですよ。そういうのがないね。向こうはいろんな部分ナスカ龍神っていう名前を打ってるけど、僕はほんまに格闘家一島陸っていうだけでそこにかける思いは強いです。格闘技一本で命かけてるやつの執念を見せるっす。普通に勝つんで僕はあのクソガキに。川島瑠璃子絶対負けんなよ。おい神の左で倒す。なんか今回の試合で、な天心とか、まあ、会長とかもそうですけど、自分の身内を、あこいつすげえみたいな感じでできれば、今後、引っ張っていけるんじゃないですか。